ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、急遽コストコに行ってきました。はい、というのもですね、今日、セイとソーラーがパパとなんか親子大会、フォートナイトの親子大会に行ってて、でノアは遊びに行っちゃってて、私とコアは暇になってしまって、さあどうしようってなって、どうしようって言って、そうコストコに行ってきまして、あとは。うん、めっちゃ雷が壊れて、そうだね、雷が鳴って、でコアを寝かせるタイミングで、そう出発して帰ってきました、はい、帰ってきました、はい、で雷が鳴ってね、雨がねザーザー降ってきたから、ここには今洗濯物が今ね中に急遽干されてる状態でね、こんな感じになっておりますが、ちょっと、はい、これ以上ちょっと重すぎてここから運べなかったから、ちょっとここで購入品やっていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。それではスタート。スジチャンネル、どれから行くの？それじゃあそれ持ってきて。さあそれではまずはもう開けたくてしょうがないんだよね、ここはね。これね、ずっと売ってて迷ってたんだよ。じゃん、こちらの水遊びのやつなんですけど、水遊びってこれ、ぐるぐるってぐるぐるってここぐる落ちてきます。そう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 なんかカメもいて、カメいて、うん、そう、なんかね、今日ちょうど暑くもなく寒くもなく、でも暑いみたいな、なんかなんていうの、プールやるほどではないけど暑いみたいな時に、こう水遊びをねちょっとやらせてあげたいなっていうのは今日ちょっと昼間思ってて、でもなんかプール出すのはなーみたいな風にちょうど思っちゃってたから、もうね買うかってなって買ってみました。これ5000円ぐらいだったんだけど、まあ水遊びとしても使えるし、あの冬場で言ったらここお砂場としても使えるから、まあまあまあ1年間使えるのかなと思って買ってみました。ということで、じゃあこうちゃんこれ向こうでさ開けてみる？いいよ。開けれるかな？開けれます。じゃあちょっと待って、じゃあこれはちょっと一回して、これね、はい、こちらの水遊びセットを購入しました。シュッ、うん、待って、思ったよりでかい、やばいやばいやばい、これは大変だ、思ったよりでかいです。ここ、ガシャンって、え、はい、そしたら続きいきます。次はじゃん、こちらの枕なんですけど、バッシーがねコストコの枕を使ってるらしくて、この枕めっちゃいいよっていうことで買ってみました。2個入ってて2000円ぐらいだったかな。すごいふかふかなやつ、割とちゃんとしてるよ。あ、いいいいいい、2個で2000円ぐらいで買えたので、ちょっとね一回使ってみようと思って、サイズも割と大きめです。そう、枕でしょ。あとじゃん、こちらのパウパトロールのコアの椅子を買いました。じゃん、こんな感じで、あ、めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いよ、こんな感じ。コア見て、座ってみて、座ってみて、ここどう、良い？ほら、横にジュース入れれるよ。スパーモンド、うん、いいじゃん。じゃあこれ持ってって、あそこで遊んでて、どうぞ。
これね、パワーパトロールの他にもいろいろプリンセスとかトイストーリーとかいろいろありました。そして次、じゃん、こちらです。この間前回買い忘れたお尻拭きを買いました。やっぱりね、これが一番いい。結果お尻拭きとしてでも手拭いたりとかいろんな面で使うとして、これが一番良いですね、コストコのお尻拭きが。そうなので、ちょっとね、買えてよかったです。しかも今日ね、これ200円引きで買うことができました。なんか飛んできたんだけど。そして次、次はじゃん、こちらのディナーロールです。なんかいっぱい飛んでくんだけど。ディナーロール、これね、今回は普通のマスカラポーネじゃないディナーロールにしました。はい、そして次は、そう、ディナーロールも買ったんだけど、このね、パンオショコラっていう、このチョコクロみたいな、チョコクロワッサンが、みんな買ってるじゃん、これ。コストコ行く人みんな買ってるじゃんと思って、買ってみたの。で、試食やっててめっちゃ美味しかったので、買ってみました。はい、こちらね。あとはちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、こちらの新商品だったアップルパイを買ってみた。私ね、意外とアップルパイね、なんか大人になるにつれて好きになってって、冷凍してもいけそうだなと思って買ってみました。こちらのアップルパイ、結構だから今回パンにパンになっちゃったんだけど、まあまあまあいいでしょうっていう感じで。そう、買っちゃった。完成次はじゃん、こちらの韓国のリフレークです。これはね、多分前にも買ったことがあるんだけど、コアがご飯にこれをかけて食べるのが好きなので買ってみた。ちなみに3袋入っております。はいはい、そして次はじゃん、こちらです。フローズンゼリーミックスってやつで、これね、初めて見たの。こんにゃくゼリーとかも売ってるんだけど、凍らせて食べるよらしい。こんな感じになってて、凍らせて食べるとフローズンっぽいみたいなやつで、いちごとメロンとブルーハワイとレモンの味が入ってるやつでございますね。どうなんだろう、ちょっと初めて見たからちょっと気になったので買ってみました。ちょっと凍らせて食べてみたいと思います。はい、そして次、はい、そして定番ですね。はい、人参でございます。はい、今日も安かったです。そしてこちらも割と定番ですね、鴨だしせいろそばです。これはマジで美味しい、本当に美味しい。ぜひまだ食べたことない方は食べてみてください。このね、だしが美味しいのよ、この鴨のだしが。マジでおすすめです。はい、そして次、はい、そして次は、はい、こちらのアポロでございます。これはね、私がただ単にアポロが好きで買ったんだけど、ちょっと車の中でこんなにいるからってちょっと言ったらさ、コストコってコストコマジックにかかるのよ、そのコストコにいる時になると。だからなんかね、すごい買おうっていうスイッチが入るんだけど、謎に車の中で一瞬そのコストコマジックが解ける時があって、そう、ただし、なんでこんなに大きいアポロ買ったんだろうってちょっと思った瞬間。好きだけどこんなに食べないなみたいな感じ。まあでもチョコだから日持ちするし、ゆっくり食べていこうかなと思います。はい、そして次はじゃん、こちらのタコライスです。これね、タコライスのお肉の部分がもう入ってて、なんと12食入り入っております。結構ね、意外と私もノアもカー君もタコライスは好きなので、なんか一応買ってみた。ちょっと小腹空いたなとか、一人でなんかちゃちゃっとご飯済ませたいなみたいな時とかにいいなと思って、はい、買いました。はい、そして次は前にも買ったんですけど、こちらの柔軟剤です。これマジでいい匂いなのよ、この匂い好きすぎて。で、結構マジで大量に入ってるから、割と長いこと使うことができて、ちょうどなくなっちゃったから買おうと思って買いました。これでね、1400円ぐらいだったから、うん、なんかいい匂いだし長持ちするし、そう私は好きで今回買いました。はい、そして次、こちらもね、コストコマジックですね。じゃがりこの箱、これも普通にコンビニで買えるやんっていうね、やつです。そして、はい、
これもコストコマジックですね。はい、ハッピーターン、これもコンビニで買えるやんってやつね。そう、もうなんかわかんない、もう安いか高いか正直わかんない。じゃがりこもうちの近くだと安い時1個70円とかそれぐらいで買えるから、そうなのよ、ちょっとね感覚が分かんなくなるんですけど、コストコマジックですね、完全に。ハッピータンとじゃがりこ、そしてアポロですね。はい、ちょっと最近そっちゃんがプクプクなり始めたので、ちょっとこの辺をうまく隠して収納していきたいと思います。そしてやばい、最初にこっちをやっちゃえばよかった。この冷蔵系ね、この冷蔵系いきます。やばい、私あれ買ったんだわ。やばい、臭い、ちょっと臭い、匂いが、何、キムチ、キムチみたいな匂いする、なんだろう。これね、私別に全然いらなかったの、全然いらなかったの。ただね、これよ、セイがキノコ好きでさ、すごい綺麗なマッシュルームが売ってて買うしかないと思ってさ、これをねカートに入れたのね。そしたら次ね、セイがキノコ好きなのね、見てよ、全然いらないのにマッシュルームだよこれ、全然いらないけど、こんなでっかい見たことないマッシュルーム見たら買うしかないでしょ。オーガニックポータベラマッシュルームってやつ、これ椎茸じゃなくてマッシュルームなの。ただマジで私は全然いらない、全然いらないんだけど、きっとセイが喜ぶだろうなって思って、ちょっと今ねまだセイが帰ってきてないんだけど、ちょっとお土産に買ってあげました。これどうやって食べるんだろう、このでっかいマッシュルーム、ちょっとわからないけど、きっと美味しいと思う。値段的にも結構いい値段だったの、800円ぐらいして、そうめっちゃ買うか迷ったけど買ってみました。こちらの2種類のマッシュルームでございます。はい、そして次はじゃん、こちらのマグロとサーモンのお寿司ですね。私は帰りにあのコストコのホットドッグを1本食べてきたので、お腹はねそんなにというか空いてなくて、そうで、セイとソラはお弁当をその仕事場で食べれるみたいなので夕飯大丈夫ってことだったんですけど、ノアが夕飯がね私今作ってなくて行っちゃったから急遽、だからまあ食べるかなと思って、はい、こちら買いました。初めて買ってみたマグロ三種とサーモンのお寿司、ちょっと後で私も一緒に食べたいと思います。はい、そして次はじゃん、こちらの小分けのモッツァレラチーズでございます。これはね煮込みハンバーグとかあとパスタとかにもすごい使えたりとかしてて、そっちゃんが大好きなので、そうまた買いました。トマトとかとね一緒に食べても美味しいね、これね。そしてあとはこちらのスティックセニョールです。割とうちの子たちブロッコリー系が好きで、なんかねこれもすごい値段的に安かったので、いくらだったかな、安かったので買いました。はい、そして次はこちらです。前回も買ったんですけど、このあの和牛の4等級切り落とし、なんか前回私がペッパーランチやるよって言ったお肉と一緒のものなんですけど、ペッパーランチめっちゃ美味しくできたの。そう、でも今回はちょっとすき焼きにしてもいいかなと思って、明日の土日どっちかお休みの日にちょっと贅沢に食べようかなと思います。はい、そして次、はい、今回もやってまいりました、私とソラの頑張ったあれです、こちらの安いけど大変な豚肉ですね。豚の三元豚のロースしゃぶしゃぶ肉でございます。こちら、これね、動画とかではなかったんだけど、これを1枚、2枚、3枚、私は3枚でやったんだけど、3枚をくるくるくるって巻いてパン粉漬けして揚げたのがめちゃくちゃ美味しくて、そう、だからそれもあの時冷凍しちゃったから解凍して作ったんだけど、そのこうくるくるくるって巻いてミルフィーユ的な感じのやつを、マジであの冷凍保存のやり方をして正解だったなって思った瞬間でした。手間はすっごいかかるし、暇じゃないとできないやつなんだけど、でもすごく
このお肉美味しくていろいろな料理に使えたので今回も買ってみました。ただ今日しょっちゃんがいないのでちょっと帰ってきたらあの肉職人としてちょっと手伝ってもらおうかなって思って、前回のやり方でいきたいと思います。今回も、はい、これマジでおすすめ、美味しかったです。はい、そしてきゅうりですね。きゅうりはこれ冷麺を買ったのよ。私盛岡冷麺よりも韓国冷麺が好きで、コストコのこの冷麺が激うまなのよ。なのでこの冷麺とともにきゅうりが必要でね、今我が家にはないので、そうだからきゅうりも一緒にこの盛岡冷麺を買いました。そして今ね、たーくんのお母さんが東京に来てるんだけど、たーくんのお母さんの好きな食べ物が私の中では冷麺なの。だからはい、たーくんのお母さんにも冷麺がございます。ちょっとね届けに行こうかなって思ってます。はい、冷麺ね、きゅうりね。はい、そして次、あ、やばい、一番やばいの下にあるじゃん。そして次ハットッグ、このあのチーズドッグ的なやつ、チーズドッグとソーセージが混ざってるやつ。これはもう朝ごはんとお昼ごはんと、私が留守の時とかに空からよくお腹すいたって電話かかってくるんだけど、そういう時にもうチンして食べなって言えるようなものが欲しくてこれを買いました。こうですね。はい、そして次、やばい、これこそやばい、早く行きたかった。マンゴーチャンク、このマンゴーが凍らせてあるやつなんですけど、空も好きだしセイが特に大好きで、セイって果物のアレルギーがいくつかあるんだけど、割とマンゴーは大丈夫で、果物が好きなんだけどアレルギーで食べれなかったりするものが多いんだけど、その中でも好きで大丈夫なものがこれで、なので買ってみました。結構行数とかでも買ったりするんですけど、そうこれはねすごい美味しかったので今回も買いました。これマジで早めに入れないとやばい。よし、あとちょっと、あとちょっとっていうかあと3個。はい、そして次はじゃん、こちらでございます。こちらのメキシカンサラダラップです。やばい、開いちゃってる、やばいね、開いちゃってるんだけど、前回あのサラダラップのちっちゃい小分けのやつを買ったんだけど、あれも美味しかったんだけど、今回ちょっとこっちの違うタイプ買ってみようかなと思って買ってみました。これはもうね完全に明日の私とタークの朝ごはんになるかなと思います。なんかさ、スタバで買うと1個400円ぐらい、300円台、400円ぐらいするじゃない。でもそれが 1,2,3,4,5 5本入ってて998円なので、まあまあまあいいじゃないと思って買ってみました。そして次、はい、そして次はじゃん、こちらです。手羽中のハーフです。手羽中のハーフね、最近ねハマってる食べ方があって、ちょっと近々どっかで動画で撮れたらなって思ってるので、はい、そして最後これマジでね迷った、これはマジで迷ったのよ、買おうかどうか。じゃん、こちらのやばくない、 US プライムビーフ肩ロース塊。これね前回も買ったんだけど、前回よりもちょっと大きいやつを買いました。ちょっと割と筋があったりとかして、私は牛筋煮込みとしてその筋は煮込んだんですけど、それが結構こうまあ大変だったの、その処理が。ただすごく美味しかったんですよ。だからまあ手間はちょっと考えてどうしようかなって悩んだんですけど、なんかせっかくコストコ行ったしなっていう、またコストコマジックなのかもしれないんですけど、しかも5460円という割と一番高いやつを買ってしまったっていう感じでございます。これね、ただマジで美味しかった。赤身の部分も筋の部分もどっちも美味しかったから、処理だけ、処理っていうかその保存する時だけちょっと大変なんですけど、まあ明日明後日休みだし、もうゆっくりやろうかなと思ってそう、もう買おうって決めて、なんなら一番高いやつを買ってしまいました。はい、ね、いや美味しいからさ、美味しいからさって言いながらさ、マジでさやばいよ今回も。はい、今回はこんな感じになっております。じゃーん、はい、よいしょ、こちらで全て購入しまして、全部合わせて4万7000円ぐらいいきまして、ですね、私の中では、まあ、1万5000円ぐらいで抑えようって思ってるんだけど、なんでだろう。なんか私今日友達と行ったんだけど、友達は結構買ってたの、なのに
1万5千円ぐらいだったの。私も同じ感覚で買ってたのに4万7千円ってどういうことと思って、そうそうそう、毎回本当に謎。ただただよ、割と一瞬でなくなるっていう謎のね、なんかね、謎なんですよ私の家。なんかすごい買ったって思うけど、割と一瞬で、お肉系は本当に特にすぐになくなってしまうので、もうちょっと買おうかなって迷ったんだけど、まあちょっと夏場っていうのもあってね、そうそう、そんなに長く持たせるのも難しいし、まあまた行けばいいかなと思って、今回はこんな感じでお買い物してまいりました。いや疲れた、いや疲れたよ、全然本当にコストコ行く予定とかも立ててなくて、急遽、本当に急遽決まったことだったから、バタバタバタって感じだったんですけど、行って帰ってて3時間ぐらいでもゆっくり見れたのですごく楽しかったです。そんな感じでもうなんかやりきった感があるんですけど、これをしまうっていう作業がまたね残っております。明日明後日か休みっていうこともあり、本当にゆっくりやっていこうかなと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok、 アンジュシャルムニーパセリ、そしてイニューやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。